開けてみましょう。はい、はい、じゃあ私、はい、上坂さんお願いします。めくらしていただきます。いやあ、おお、間違えてるかもしれない。8ページでございます。8ページ改めてね、はい、オーバーロード4のねメインスタッフのキャストをご紹介していこうと思うんだけれども、はい、もうみんな知ってるよね。あ、そうですよね、知ってるけど言う、はい、まずはメインスタッフから、はい、原作丸山久金先生、うん、キャラクター原案ソービンさん、はい、監督伊藤直之監督、シリーズ構成脚本菅原由恵さん、はい、キャラクターデザイン田崎聡さん、はい、アニメーション制作マッドハウス。続いてメインキャストです。アインズ日野聡、そしてアルベド、はい、あゆみさん、はい、サルティア上坂すみれさん、はい、アウラ加藤恵美さん、内山由美さん、デミュールゴス加藤正幸さん、呼吸とする三宅健さんと、いつものメンバーです。びっくりした、なんかでもねっていう入りだから何か変更があったのかなって。でもね、なんか、はい、俺今めくり間違えたんだけど、はい、嬉しいお知らせがまだあるということなんですよ。おお、よかった、じゃあいいデモでだったんですね。そうなんです、よかった、よかった。こちらをご覧くださいと書いてあります。どうぞ。おお、すげえ、オーバーロード完全新作劇場版制作決定。プラス、うん、劇場版の制作ですよ。しかも完全新作。そうなんです。すごい。描かれるのは西欧国編ですね。うん、すごい。嬉しい。なんか本当にこの劇場版のことを知ったの、私もほやほやなので、そう、すごくしたんですよ。詳細は後日、はい、発表となります。楽しみ。いや、本当祭りですよ。祭りだ。そうですね。待った甲斐がありましたよね、本当。嬉しい。お腹いっぱい。常に、まあ、もう嬉しすぎて、嬉しすぎて、そうですよね。そう、そして、はい、なんとオーバーロード4劇場版の制作陣からですね、はい、コメントが届いているということなので、はい、ご紹介しましょう。はい、まずはこの方、原作の丸山久金先生からいただきました。ついに情報解禁ということで、オーバーロード再びアニメ化します。これで4期目ということになります。全何話でどこまでやるのかは内緒ですが、はい、などという作者の感じるプレッシャーは無視して、皆さんは純粋に楽しんでもらえたら嬉しいです。ほんとやばい。てんてんてん、大丈夫、追い詰められてる丸山先生、頑張って、応援してます。いやー、じゃあ続いていきますね。はい、ソービンさんからのメッセージです、はい、自分の中で特に好きな10巻がやっと映像化です。原稿をにちゃっと気持ち悪い顔をしながら読んだあの感動をアニメでも味わいたいな、期待してますと。さらにソービン
ビンさんからは特別に2つともいただきました。はい。おー、アルベット美しい。嬉しい、すごい。ユズ様もかっこいい。めちゃくちゃこれいいね。これめっちゃ欲しい。いやー、すごい。愛を感じますね。ありがとうございます。はい。続きまして伊藤直之監督からのメッセージです。はい、ついにアニメ4期と劇場新作の制作決定です。魔導国を建国したアインズたちは次に何を目指すのか、そして彼らに翻弄される人々にはどんな運命が待ち受けているのか、原作ファンの方にもアニメで追っかけている方にとっても満足のできる映像化にするべく鋭意作業中です。ご期待くださいということで、これは期待しますね。はい、楽しみです。はい、じゃあ続いてシリーズ構成の菅原幸恵さんからいただきました。幸せって何でしょう。自分は不幸だ、不運だ、ここは地獄だと認識していても周囲から見れば案外天国なのかもしれません。その逆もまたしかり。今回はそんなお話です。皆様のおかげでアニメオーバーロード4期&劇場版が実現しました。参加できて幸せです。頑張ります、といただきました。我々もね、身を引き締めて頑張りましょう、ね、はい、うん、というわけで皆さん素敵なコメントありがとうございました。放送時期、公開時期などの情報は今後オーバーロード公式サイトや SNS などでお知らせしていきますのでお楽しみに。以上、新情報発表でした。挑戦の儀を超絶激ムズオバロクイズ、イエーイ。はーい、ということで今から思考の勝負をかけて思考の難易度のオバロードクイズに3人で協力してチャレンジしていきたいと思います。はい、時間内に10ポイント獲得することができるとご褒美獲得となります。ということで今回のご褒美はこちら、思考のマカロンです。本当に思考のマカロンっていう名前なんだ。そういう名前らしいですよ。綺麗、ね、あ、本当だ、綺麗ですね、美味しそうですね、美味しそうですね。なので結構ね、今回思考の難易度らしいんですよ、このクイズが、うん、なので出演者や関係者でも普通は答えられないレベルの問題ということなのでじゃあ無理でもそう、10ポイントでないのっていうところはあるんですけれども、なので今回は思考の難易度ということなので、うん、なんと手助けとなる3つのライフラインが用意されています。まず1つ目は選択肢が半分になるハーフ、そして2つ目はニコ生アンケートで皆さんの意見を聞くことができるオーディエンス、そして3つ目はプロデューサーにつながるテレフォンでございます。なんかすごい聞いたことのあるお助け、ね、懐かしい懐かしい何かを思い出しますけれども、はい、このライフラインはそれぞれ1回ずつしか使えませんので、うん、ちょっとまあそろそろ使おうかっていうのを見極めるのもまた大事になってきますので、うん、ぜひぜひ皆さんで頑張っていきましょう。1回ずつね、うん、はい、ということで最初の問題お願いします。はい、テレビアニメオーバーロード第1話終わりと始まりの冒頭でモムンガーとヘロヘロさんが円卓の間で話している時の時刻は何時何分ということで、ええ、みんな今から見てね、教えられる、さっき見たんじゃない、ね、そうそう、覚えてたりするかな。でもどうなんだろう、想像すると円卓のサービス終了の間近なんだよね、うん、ってことは、そんなに早いのはおかしいですよね、うん、ってことは 3?
なんかさ、ギリギリすぎてもヘロヘロさんと喋って途中で終わった。でも割とそのまますぐ移動してましたよね、うん、で、ね、アニメ上アニメの編集の問題もあるのかな、どうなんだろう。なんかこうアニメだけ見てるとそこキュッとしてる気がするので、ね、うん、23時47分でもおかしくないんですけど、すごい、まあ、確かに。でもやり込んだゲームだから1時間ぐらい見回ってもね、うん、いいし。1と4、1はちょっと早い気がしますね。1はないよね、1はないよね、22時24分っていうのも中…22時24分、うん、結構長いよな。なんか、うん、オーディエンス使ってないのにみんなが答えてくれ、予想してくれててコメントで確かになんかこれなのかなっていうのがちょっと絶対よ、3、2、でもやっぱ2か3、でも分かれてるね、2か3、2か3多いね、うん、でもなんか2だった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 。でも22時24分ぐらいかななんてね、22時24分ね、ちょっと、ね、そうだね、ちょっとしてたんですよ、サービス終了までね、うんうん、じっくりヘロさんと喋ってるからね、そう喋ってちょっと堪能してってなると、うん、ね、いや2でしたね、やっぱ2だったと思うわ、はい、思い出した思い出した2だということで私たちの回答は2番です。それではファイナルアンサー、イエス私たちの回答は2番です。それでは正解を見ていきましょう。いや本当に大きさですね、桃村さん。あー、すごい、来てもらえるなんて思ってもいませんでしたよ、桃村さん。2年くらいですかね。なんかさ、下のマップ、うん、マップとかの方にさ、意識がいったらさとか、なんかあのこのマリンガっていう生活とか、ね、なんだとかに目いっちゃって時間見てなかったけど、まあ、でも逆に今見てくれた人がいるってことなんですかね、うん、2だった。不正はないよ不正はなかったそうですね、一切ないです。はい、ということで正解1ポイント獲得、イエーイ。はーい、じゃあこの調子で行きましょうか、はい、それでは続いての問題です。全部答えられる気がする、自信出てきたぞはい、テレビアニメオーバーロード第2話、回想守護者にてアインズが自分の現状について情報を整理しているシーンから、アインズの前に置いてある2つの箱には剣が入っています。この時いくつの剣が箱の中に残っていたでしょう。剣なんか置いてあったっけでもどうなんだろう、24とかだと多すぎちゃうのかしらねえねえ、そうね、ちょっと24じゃ多すぎるのかもしれないわね。そうですよ ね、 ね、 ねえ、18本かな、18本かな、いやこれ18本かもしれないな。18本の剣か書いてる途中で飽きちゃいそうですじゃあ12本かな、12本かな、12本かな、どのぐらいの剣だったら書けるのかな、ねね、6本だったよって6本だったよって、まあ、やっぱり大変だって、ね、うん、そうだね、出たもんね、やっぱ少ない方が、作画の人っていうのは大変な重労働ですから、うん、ね、あ、思い出した、うん、6本だ思い出しましたか思い出したわ、思い出しました、さすがでございます、アインズ様、アインズ様すべてを把握していらっしゃる、うん、そうですね、ということで、じゃあ行きましょうかね。私たちの回答は1番です。それでは正解を見てみましょう。さらに食欲や睡眠欲も感じない、あそれは微妙になくもないけど6本、ありがとうございます。なんかおかわりですね、なんか感じるって言って、いけないかなって一瞬思ってたけど、どんどん使っちゃおうか、そう全開で使っていくからどんどん使っていきましょう。
もうライフラインどんどん使っちゃう。はい、プロデューサーが来ないなって来ないなかもしれないからね。はい、じゃあそれでは続いて、3、レジェンドカルマ。はい、なんかスミペ的にはすごい名前の入ってんなっていう記憶があったんですけど、なんかえそうかもしんない、これなんか違うの混ざってないみたいな、なんか話題になったような気がする、その時アフレコでずいぶん昭和っぽいものが混ざってるなみたいな感じだった、うんうん、なんかこれ女教師怒りの鉄拳じゃなかったっけ、あれすごい、これは本当に試しにさ、うん、ハーフ使ってみる、あいいですね、それで消えたらこれやっぱ4番だ、うんうん、あ消えなかったらまあ4番だってなるので、ね、はい、じゃあはい、ハーフハーフを使ってみましょう、あ2か4おということなので、やっぱあれじゃないですか、スミペの記憶は正しいんじゃないかな、やっぱりアインズ様の課金アイテムに敗北した身としては何に負けたかを覚えておきたいで、もう何年も前なのにすごいね、たこれで違ったらどうしよう大丈夫大丈夫、いや、はい、読んだわ、うん、コメントくらい的にもね、コメントくらいでもちゃんと本当にスミペが答えましたから、コメントが言うなら間違いないですわ、うん、読んだ読んだ、はい、私たちの回答4番です、それでは正解見てみましょう、やったー、イエーイ、逆に一番左が何て書いてあるのか読めないんだよね、え、何だったんだ、あ、読めない、確かにアマテラスつくよみと読むらしいですよ、へぇ、あ、確かに読めないですね、一見 ね本当だ、あえて書く、芸も読めない、うんうん、確かに、へぇ、でもこれ本当すごいお手柄ですね、やりました、自力で、よく覚えてる、自力で正解できて嬉しい、すごい、ありがとうございます、うん、この調子で、はい、至高のマカロンを手に入れよう、はい、そうですね、じゃあそれでは次の問題参りましょう、第12話、先日の戦乙女にてシャルティアと決戦する前のアインズが自分への魔法を多数かけますが、次の魔法のうち自分に使った順番が一番最後だったものはどれ、ということで1、ペネトレートアップ2、マナエッセンス3、ライフエッセンス4、ドラゴニックパワー、あ、でもなんか聞き覚えあるな、なんとなく覚えてる、うんうん、マナかね、ライフエッセンスって言った記憶があるんだよね、おお、マナかライフのどっちかな気がするんだよ、おお、え、マナエッセンスかライフエッセンスのはず、どっちだっけな、どうしましょうか、これは何か使いますか、あっと、なんだっけ、オーディエンスかテレフォン、テレフォン、オーディエンスかな、およし、じゃあオーディエンス使いましょう、どうか、出たどっちかな、ね、自分にかけるからね、結構アン系のね、うん、やついっぱい使ってた気はします、最後にエッセンスって言ってた記憶があるんだよね、でも結構コメント欄もちょっと割れてる感じありますね、うんうんうん、今までオーディエンス使ってなかったのかって、使ってないよみんなが何を言っているんだよ、そうですよ、使ってないよオーディエンスは、なんだなんだはい、ということで結果出たようです、見てみましょう、どうぞ、おー、あ、合ってる、すごい、マナか、でもすごいですね、日野さんの記憶が確かだったということが判明しました、はい、ということで私たちの回答は2番です、正解してみましょう、すごいすごい、もう準備万端でいってる感じですね、ね、でもそれくらいしないとね、シャルティアには勝てんと思ってたからね、シャルティアはね、こんなにたくさんの SE が、これ4ページにわたって、ね、
当にすごい。すごい。ということでこちらも正解ということでございます。はい、じゃあまだ問題いきますかね、はい、何ポイントくらいいってんの今。何ポイントなんでしょうね。4ポイント、ま、これ10ポイント必要なんだっけ。あれ、あと6問尺が足りるんですか。うん、大丈夫ですか。大丈夫です。わかりました。大丈夫です。それでは続いての問題参りましょう。はい。ウルベルトはヤギの頭部を持つ悪魔の姿をしていますが、頭にかぶっているシルクハットの真ん中には何がついているでしょう。1バラ、2十字架、3水晶、4時計。覚えてる。俺はこれ覚えてるよ。これは覚えてる。すごい。すごい。どれですか。4。迷いなきお答え。これは4。でもなんかコメント欄が1が多い。デザイン面白いなと思って。そうなんですか。いや、4だよこれは。4ですか。あ、もうこれ、じゃあもういっちゃいますか。はい。ということで、プロデュース、大丈夫、まだ、まだあの問題でね、これはね、おっしゃるんで、私たちの回答4番です。それでは正解見てみましょう。タッチさんこそ覚えています。